はじまりでございます。死後について書かれた多くの書物はみんな想像力に頼ったものばかりです。この叙述詩はとある土蔵の壁に落書きされたこんな落書きから始まります。松吉は松吉であった。草刈り場まで頸動脈を切られて血がなくなった。そこでもう松吉ではなくなった。初めて地獄草紙を見たのは13歳の悲願の時でした。ママ母に手を引かれて行ったお寺のお堂で、私は襖一面に描かれた地獄模様を見たのです。その古ぼけた絵は初めて見たものだったにもかかわらず、前にも一度見たことがあるような気がしました。寺町、仏町、心の日陰の一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目、生まれる前に住んでいた町がどこかにあるはずです。だから私の物語にはいつも必ず地獄が出てくるのです。さあさあ、七つさらよ。さあさあ、七草だよ。萩になでしこお見ないし、クズに尾花に藤若間、
それに一輪桔梗を添えて。どう娘さん、とても綺麗よ。気に入った？ええ、でも買えないわ。私今お銭持っていないから。このお祭りに、このお祭りにもんなしで。だって私この町初めてなんです。初めて？ええ、今着いたばかりなんです。汽車で。大丈夫大丈夫、案内のことなら心配いらないよ。この町のことなら隅から隅まで知っているから。ありがとう。私は人を探しに来たんです。ああ、誰よ。米町、寺町、港町、七軒町の戸籍係の古間木さんを探しに。そんなら、そんならまっすぐ行くといいよ。この橋を渡ってまっすぐ。そうだ、桔梗一輪あげよう、お守りに。この一番大ぶりの花を持っておいき。嫌いじゃないわ、嫌いじゃない。でもいただくなら萩の方がいい。真っ白い萩の方が。萩を持っていったよ、あの子。葉月に話の白い萩。よくないことが起こらなければいいな。届かれて老女の髪に結ばれし葬儀の花の花言葉かな。解かれて老女の髪に結ばれし葬儀の花の花言葉かな。これはこの世のことならず、死での山路のそのなる才の河原の物語。どうにも足らぬ幼子が才の河原に集まりて、峰の嵐の音すれば父かと思いよじ登り、谷の流れを聞くときは母かと思い長谷下り、手足は潮に染みながら河原の石を取り集め、これにて栄光の塔を積む。一つ積んでは父のため、二つ積んでは母のため、兄弟我が身と栄光して昼は一人で遊べども、日も入り合いのその頃に地獄の鬼が現れて積みたる塔を押し崩す。つばくらめ、地獄にはまだ届かざる母が残して行きし白旅。ガラ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 、川流れだ川流れだ、万事詐欺の川流れだよ。流れる花が岸に引っかかったら三味線を弾けばいいんだ。古い古い三味線でもいいんだよ。死んだおっかさんの三味線でもいいんだよ。何の歌を弾くの？地獄の歌だ。流れろ流れろ、まんじゅうだけ流れろ。血の花遠くへ流れて去れ。こう流れだ。花は仏の花、死んだ捨て子の子守歌。黄色い花は仏の花、死んだ捨て子の子守歌。いくつの時のことだって？六つの時。でもどうしてそんな夢を見たんだろう？夢じゃないわ。私はそれ以前のことをちゃんと覚えているんだから。古いだって。捨て町によ、冬場見てのよ。家のすぐ前にはいつもセムシが一人いて私を抱いてくれた。私は東京で育って一度もこの土地へなんか来たことがないけど、川があってリンゴの木があって、セムシが草笛を吹いていた日のことを忘れたことはなかった。私のお父さん、私のお父さんの名前は古間木義人って言うのよ。知ってる知ってる。古間木義人なら俺もよく知っている。でもあの人には子供なんかいなかった。あの人の話じゃ昔一人娘がいたが幼いうちに死んでしまったそうだ。死んだ子の名前は
ふみなんだ。ふみはあたしだもの。ふみに決まってるわ。でも誰が信じるものだろうか、こんな奇妙な話を。誰も信じてくれないわ。だから誰にも話さなかった。でも一度この目で確かめたくてこの町へやってきたの。まるで地獄だ。そう、音信不通の地獄かもしれないわ。一目だけ見ておきたかったの。急に？ずっと前から。でもとうとう今日になってしまった。私あと少ししか時間がないんです。時間がない、追われているのか誰かに。そうなんだ、後から誰かやってくるんだな。死んだ捨て子たちがあの娘を迎えにやってくるんだな。迎えにやってくるんだ。お前は私の白炭だ。お前は文法違反の猫を水に沈めた。お前は文法違反の猫を水に沈めた。お前は鍵穴の満月だ。お前は水洗便所の中で溺死したハツカネズミだ。お前は水洗便所の中で溺死したハツカネズミだ。ゲナンはどんなことがあっても決して口答えしてはならない。金を叩いて山越えて、大
大将松吉を殺したのはおっかさんです。ミクロム戦で締めて草刈り釜でとどめを刺したのです。あの人は私の夫になる人でした。でも今あの人はもういない。あの私の思い出を全部固めてできたコブの青森県のセムシ男はもういないのです。の古間義人がいなくなったそうだ。そう、大正2年7月10日生まれの古間義人がいなくなったそうだ。え、大正2年7月10日生まれの古間義人が。そう、役場の戸籍係の古間義人がな。どこへ行ったんだ。どこへ行ったんだ。わからねえ。何でも突然に行方不明になってしまったのだという話だ。そいつは困ったことだ。そいつは困ったことだ。そう、本当に困ったことだ。あいつがいないと誰も自分の本籍地がどこだかわからねえ。自分が今どこに住んでいて誰と血がつながっているのか、まるで見当もつかねえってことになる。そうじゃおめえ、みんな幽霊になってしまうのと同じことでねえか。ああ、本当にな。村中の人の名前と生年月日も全部、村中の人の名前と生年月日も全部。大正2年7月10日生まれをあいつが預かっていたのだ。そしてそれを持ち逃げしていっちまった。持ち逃げしていっちまった。持ち逃げしていっちまった。いっちまった。本籍現住所から、本籍現住所から生年月日まで持っていかれてしまったら、村中の人間がみんな自分が一体誰なのか、どこから来たのか、どこから来たのか、全然わからなくなっちまう。そう、全然わからなくなっちまう。あと、持ち逃げされずに残っているのは、あと、持ち逃げされずに残っているのは、死ぬ日だけ、死亡年月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 日だけ。戸籍係が消えたのは昔々のまた昔、30年も前でした。春を恨んで年老いたホロホロ鳥に捨てられて。私の名前は今泉子。実は戸籍係の失踪には訳があったのです。大正2年7月10日生まれの古間義人は大正家の争いに巻き込まれるのが怖いばかりに戸籍簿を全部始末して姿を消したのです。大正家は法医学者の大正人造老妻の席、そして大学の助教で遺伝の研究をしている息子の首吉がいましたが、長い夏が続いた年に首吉は女中の松尾土手の上で犯してしまいました。まもなく女中の松は妊娠し、大正家では世間体を恐れて松を入籍しました。ところがところがところが、松が子を産む前に首吉は旅先の上海でコレラにかかって死んでしまったのです。もともと憎い女中のこと、我が子が死んだ後までもなんで面倒を見るものか。節は女中を責めまくり、雨の降る日は雨攻めに、雪の降る日は雪攻めに、日ごと夜ごとの言葉攻め、攻めても攻めても攻め足りぬ。この過ち、春が来て。女中の松が、女中の松が手ごめにされたそうだ。女中の松が手ごめにされ
だそうだ。それでも、それでも女中の松は、それでも女中の松は、それでも女中の松は幸運だそうだ。さまざまな町代にすがりながら、米町、寺町、仏町、海寺町の三丁目、お月様が虎ホームにかかって赤く曇った戸月の十日、仏大屋の離れを借りて、けてなし号んだそうだ。受け帰ってきてみれば、もはや仕事も気が変わって、優しくしてくれると思ったのは大違い。トカゲのたたり、マムシと血の因果、血の因果、イケメの霊気者、焼き殺した鳩、毒アゴミ、死人の念仏、死人の念仏、赤子見るなりシュートは言った、すぐ捨てろすぐ捨てろ、松は猫を産んだぞ、松は猫を産んだぞ。裏山へ捨てて野ざらしにしてしまうがいい、裏山へ捨てて野ざらしにしてしまうがいい、野ざらしにしてしまうがいい、そこで下男の小野助が呼ばれ、嫁が産んだ猫を裏山で殺すようにと言われました。小野助は古新聞に包まれて腰巻きの紐でくくられた赤子を抱いて裏山まで来ましたが、考えてみればあまりにもかわいそうな話なので、舅にはもちろん母親にも黙って自分で養おうと思いました。小野助はこう盗んだのです。ところが赤子の武芸をそれへとそれへ包んできた新聞紙にくるみ殺したことにして、さてこうよと抱き上げてみると、なんとその赤子は肉の塊でできたセムシなのでした。生年月日を盗まれて春を恨んで年老いたかくれんぼうの鬼一つ、戸籍係が失踪し、秋に名残のお見返し、私の名前は今いずこ。生年月日を盗まれて帰るあてないみなしごに戦闘地獄の月が出た。迷い迷って口つぐみ
戸籍係を追い払い、どっちつかずにしておけば、カゴの赤子が夜泣きする。下切りすずめ、お宿はどこ。下切りすずめ、お宿はどこだ。下切りすずめ、お宿はどこだ。一方、夫を失いたった一人の我が子も捨てられてしまった松は、一時的に気が触れてしまいました。夜寝起きてから遠くの山から聞こえてくる子守歌は、いつまでもいつまでも松の歌だったのでございます。人間は中途半端な死体として生まれてきて、一生かかって完全な死体になるんだ。でもあの人は中途半端な死体のままで死んじまった。黄色い花だわ。30年経ちました。大正家では老夫婦が死に、松だけが残りました。松は巨万の富を一手に引き受けて、生まれて初めて装うことを覚えましたが、気の毒なことにはもう50を超えてしまっていたのです。おーいおーい、おい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 、聞いたか、あの噂。聞いたか、あの噂。寺男の犬が死んだ話か。その犬を寺男が食った話か。寺男の話じゃない、呼び声だ。畑を行くと、どこからともなく人の名を呼ぶ声がするというのだ。人の名を呼ぶ声がするというのだ。誰の名を。誰かへの差別があるというのではない。手当たり次第に片っ端からだ。しかも呼び名には本籍現住所までついているというのだ。この辺りだな。そう、この辺りでだ。土の中から聞こえてくるそうだ。おお、土の中から聞こえてくる、聞こえてくる。ほら、ここだ。ほら、聞こえる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 。俺の先代様の名もある。ほう、俺の名前であるぞ。分かったぞ分かったぞ。何だ。分かった分かった。これは戸籍謄本だ。その言語だその言語だ。30年前に村中の戸籍を持ったまま行方不明になった役場の戸籍係だ。土を掘って埋めた戸籍台帳が地獄の底から呼んでいるのだ。人が名前を呼んでいるのじゃなくて、名前が人を呼んでいるのだそうだ。宝石現住所たちが行方不明になった人間を呼んでいるのだ。あれは今では文字のない怪名。そう、声だけの墓石だ。声だけの墓石だ。いいだ。はい、まもなく。いいだ。
いいか。はい、ますます間もなく。いいだ。はい。ただいま。お客様は返したかい。はい、先ほど。はい、先ほど。何か言っていたようだったかい。別に何も。ただ少々疲れた様子でした。疲れた様子でした。見かけばかり立派で、その実は全然だらしのない男のくせして。また雨のようだね。はい、雨でございます。雨でございます。みんな食事は終わったかい。はい、カツレツをいただきました。確かにカツレツでございました。カツレツでございました。あれは犬の肉なんかじゃありませんよ。私はそんなものは食べさせませんからね。先代様が生きていた頃には奉公人に肉なんか、肉なんか食べさせてもらったことなんかありませんでした。ありませんでした。みんな喜んでるだろうね。今度の奥様はご立派な方だと噂してるだろうね。どうしたんだい、いた。私の聞き及びましたのはほんの台所でのやり取りに過ぎませんが。過ぎませんが。大したご馳走だと言っていたかい。奉公人に肉を食わせるようになったら大将家ももうおしまいだろうと申しておりました。私も同感でございます。私どもが食べますにはやはり雑把がいいのでございます。肉などいただいても迷惑なだけです。みんな私を嫌ってるんだよ。私は分かってる。私がこの家の女中だったことが奉公人たちには気に入らないんです。だけど私はこの家を出て行きませんよ。この家は私の権利です。この家の財産を勝手に使い散らすことだけが私のできるたった一つの復讐なんだから。どうだい、この帽子、東京から、東京から取り寄せたばかりのこの帽子、よく似合います。それにこのリボンはぴったりですわ。綺麗だろう。私には美というものがよくわかるんだよ。小学校の時も他は全部ダメだったけれど、図画だけはいつもこうだったんだから。ずいぶんひどい目にあったけれど、これからはもう泣くこともないでしょう。30年前、旅芸人の一座だった私はこの家に来たばかりだった。自分の顔の小じわまで映るほどピカピカに仏壇を磨く仕事、その仏壇にあげるため七里も歩いて蓮華の花を摘みに行く仕事、あげくの果てぶたれて顔は腫れ通し、分家の子守の手伝いにやられ、背中に凍ったまま両手が不自由なのをいいことに、分家の次男に着物の裾をまくられいたずらされ、泣く泣く帰ってきた道で、誰でもいいから頼りになる人が欲しいと思い続けたもんだった。昔の話ですよ、昔の。でもよくご辛抱なさいましたね。
そんなにつらい毎日を逃げ出しもせず、逃げ出しもせず、逃げ出しもせず、何度逃げ出そうとしたか知れやしないよ。だけど私にはここを出て行っちゃいけないわけがあった。どんなに辛くてもここを出て行っちゃいけないわけがあった。それは、そのわけは産んですぐ捨てられた私の赤子のためですよ。東欧日報の古新聞に包まれて裏山へ捨てに行かれた私の赤子がもしも生きて帰ってきたら、それを迎えてやらなきゃならないのに、私がここを出て行ってしまったら、誰もお帰りなさいと言ってやれないもんで。でもその赤子はとっくに死んでしまったということを聞きました。死んだ、死んだ。誰が、誰がそんなこと言ったんだよ。死にゃしない、死んだりなんかしませんよ。赤子が一人昇天するたびに地上にはレンゲの花が一輪咲き増える。命の譲り渡しがきっとある。私はあの子を産んでから昼となく夜となくレンゲの花の数を数えてきたが、数が増えるということは一度だってなかったね。もちろん数に変わりがなかったというわけじゃない。寺男の嫁が双子を産んだ朝には焼き場の裏のレンゲの花が二輪、まるで申し合わせでもしたかのように減っていったし、バカの美濃吉の妹が川っぷちで早産した真っ昼間なんか、馬小屋のレンゲの花がちゃんと早咲きしていたもんだった。いやー、もっとも、あの花は狂い咲きで色具合も悪いもんだったが。じゃあその子は、マツコさんの捨て子は今どこにいるのでしょうか。今どこに、それが、それが分かればこんなところにこうしていたりなんかするもんか。それが分からないからこそこんな家にいて、若い男の旅人と見れば片っ端から連れてきてごちそうしてやってるんじゃないか。昔こんなお話を聞いたことがある。子供の頃学校の特本に載っていた話だが、王妃が子を産むと皇后は嘘を言って片輪が生まれたと励し立て、赤子を殺させその王妃を離婚させようとするんだよ。ところが情を知る家来は恐ろしい悪事を犯せずに赤子を隠者に預けて、ただ赤子の寝巻きを持って帰る。すると隠者の呪いにかかった赤子は白鳥になってしまうんだよ。無論それからいろんな事件が起こる。そして白鳥も幾度か死にかける。だけど最後には生みの母がその白鳥に巡り合い、赤子の寝巻きを着せてやると元の王子に戻るという話だった。私はその話を毎晩思い出すよ。そして私の息子もどこか遠い国で白鳥になっているのかと思うと、なんだか涙が出てくるんだよ。どうしたんだい。盗っ人でございます。盗っ人でございます。たった今捕まえましたが、いかがいたしましょうか。いかがいたしましょうか。盗っ人がどっちからだい。台所からでございます。台所からでございます。釜の蓋を取って汚い手で飯をわしづかみにして頬張っておりましたところ、取り押さえました。巡査に引き渡すのがいいと思いますが、その前に一目だけでも引き合わせようかと思いまして。
青森県の瀬むし男でございます。知らずことも知らず見交わし合った目と目にはどこかに通う血の熱さ、とんび富山の鐘叩き、叩きつかれた追憶の彼方の赤い万寿しゃげ。ああ、いつの日かいつの日か母と分かろうことしろう、手相人相家の相皆たどりゆく道筋は岸郡灰町入れ歯村、七草ごとに騙されていつもまぶたの母ばかり。お話にしすぎるんじゃないよ。自分ばかりいい子になろうとして本当のことを知っているんだろう。さて、それから1ヶ月どういうものか、セムシ男は巡査に引き渡されることもなく大将家に住み着いてしまうことになりました。人たちはそれを見て、ああ、お松さんはできた人、盗っ人までも家族並みに扱うようになったよと噂し合いましたが、お松さんのセムシ男にかけるいたわりは並々のことではありませんでした。奥様は、どうしてこんなお屋敷にいつまでもいるの。どうしてさっさと逃げていかないの。奥様が優しくしてくれるから、飯もちゃんと食わせてくれるから。でも怖くないかい、奥様が。怖い？俺だって他の人に怖がられてから同じこと。松吉はちっとも怖くなんかないよ。お前はとっても気が優しいし、少しばかり体が不自由だけど、それだって生きてゆくのに差し支えるほどのことじゃない。生きてくに差し支えるってのはどういうことだろう。それは、殺生したりされたりしなきゃ生きられない地獄のことだよ。だけどお前はそんなことをしなくても生きられる。お前は誰にも妬まれないし邪魔にもならない。その代わりいつまでも他人扱いですよ。いつでも他人のために生きてる。怖がられたり面白がられたり、挙句の果てはなぶり者。もし俺は自分のために何かしようとみんなに声をかけようものなら、たちまちみんなは俺を追い出してしまう。例えば俺は
鬼ごっこの鬼だ。俺が追いかけると笑いながらみんなは逃げてくる。子供の頃赤い夕焼けの路地を追いかけっこしてて、そのまま一生一生追いかけっこの鬼で通した男それが俺俺ですよ。疲れて一休みしようとするとみんな集まってきて、早く追ってくれ追ってくれってそそのかす。それで俺はみんなの逃げる楽しみのためにチンバの下駄を履き、ほおずきを口にくわえて追っかけて行く。マジ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 。でもまだ俺を俺を鬼のままに鬼のままにしておく。俺は死ぬまで死ぬまで鬼になってしまった男です。けど一体俺は誰を追いかけてるんだろう。何を捕まえるために30歳にもなって子供みたいに鬼ごっこに熱中してるんだろう。えっ下切りが進むの痛い夢か。暮れやすい冬の日差しの中で自分の影を追いかけ続けて、この味気ない役回り。おかおかおかさんってものはもしかしてもしかして逃げていくみんなの中に混じってんだとしたら、鬼ごっこは鬼ごっこはまだまだ続くだろう。だけどとんだ悪い草だ。秋の七草にも入らねえ。お前の気持ちはよくわかる。だけどお前はもうそんな鬼ごっこをやめて普通に暮らすことだってできるのに。普通に？そうだよ、普通にだよ。誰かを鬼にしておいて逃げて生きる生活にだよ。逃げて生きる？そうすりゃ背中のコブなんか忘れることだってできる。そうすりゃお前は他人じゃなくて自分になれる。自分になれる。自分に自分になるのは難しい。それはなかなかできないことですよ。特に地獄を見てしまった者には。子供ん頃鬼ごっこをやって鬼になって目隠しをして、こうやって
こうやって目をつぶったら手の中が真っ暗だった。そりゃ何百年もの暗闇で黄色い花が咲いてましたよ。仏様の世界ってのはこういうものかって思いました。その真っ暗闇の中、一人の女が逃げてた。後ろ で手招きしながら笑いながら、どっかであろうちゃいけない、あれだけは追いかけちゃいけないよっていう声がしたんです。俺は俺の追うのはあの女だなって分かりました。そりゃ木綿のかすりを着た女、裾から白い足がちらつく女でした。目隠ししてたのは春の夕方のほんの一瞬だったんですが、こうやって手を外すと、外はもう冬だ。土蔵の壁には白い雪が降ってました。さあもうやめて、もうやめて、そんな話お前を自分から遠ざけるだけだから。それよりお前、私の手紙、私の手紙を読んでくれた。どうなの？返事は？俺みてな傍はあんたなんかではとてももったいねえよ。さあ鬼ごっこなんかもうやめるのよ。俺みてな傍、鬼ごっこなんかあんたではとてもまたこんなところで油売ってるで。さあ向こうへ行ってゴルゴへの掃除をし、何をしていたって、その好きなようにしていればいいんだから。今日はお前をきれいにしてあげようと思って支度をしてきてやった。おなすけ！何をやってるんだい！奥様！もたもたしないで。体を洗ってあげるから、その上着をお脱ぎ、それわかりよ。ダメですよ、ダメですよ、脱がしてあげないと。自分じゃ洗うことなんかできないんだから。お前ら早く捕まえて。さあそのお前の一番お前らしいところを洗ってあげよう。くすぐったいならくすぐったいといい。もっとゆっくり。
してあげるから。こうしていると背中の血の巡りが良くなるだろう。やめてやめてやめて、初めてだからだよ、初めてだからそんな気がするんだよ。でもまあ、なんてたくましい肉だろう。汗まで拭きだろう。せーらくして、もっともっとへーくらくして。どうかい、この辺が気持ちいいかい。こんな風に、お母さん。中から覗いてみれば、彼のばかりの三千世界、どうせどこでも苦しむならば同じことだと諦めた心優しい松吉に私の思いは通じたか、はたまた松の強欲がセムシのコブを揺さぶって心変わりの地獄編。白髪束ねてほうきを作り、一日吐けば母恋し、2日吐かねば母忘れ、4日吐き飽き母恋し、4日吐かねば母遠く、6日吐き飽き母恋し、7日吐かねば母疎く、8日吐きつつ母恋し、9日吐けば母恋し、10日吐かねど母恋し。1日が100日で、まだ見ぬ母がただ恋し。そしていつの間にか村人たちの間にも松と松吉の間がただならぬということが伝わり始めるようになったのです。夢を見たぞ、夢を見たぞ。何の、いつ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 、おかしな夢だ。寺の蓮華の花が一輪咲いたのだ。それはまた変な話だ。変な話だ、変な話だ、変な話だ。俺も夢、同じ夢を見た。全く同じ夢だ。暗闇の中で蓮華の花が咲いたのだ。黄色い蓮華の花が、芝の土、前世の水、極楽の水、極楽の水、水の中の万事祭で。寝る前に口もすすがず、人差し指で鼻の名も書かず、目巻きの裾を赤い糸で縫い合わせもせず、まぶたを黒い糸で縫い合わせもせず、赤い口を開けたまま、赤い口を開けたまま、土の中に櫛も埋めず、闇の中の骨が光る、見渡す限り包囲は今日、めくらいぬのまじないもせず、白髪も切り刻まず、茶碗も割らぬのに、同じ夢を見たのだ。蓮華の花が咲いた、蓮華の花が、頭の裏、白い毛、何秒法蓮華経の草の茂みに、我が一人立ち植えるからには、誰か人が一人死ぬ、人が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 死ぬ。なーに、夢の中に咲いた蓮華の花の二人を死ぬのも夢の中のことだろう。それよりのみな、聞くところによると、あのセムシ男と大将軍御家とは親子だちゅう話でねえか。親子とは、親子とは、誠の子。そう、誠のよ。何でも30年前に産んですぐに山に捨てさせた赤子の生き残りだという話だ。30年前に捨てさせた赤子の生き残り。そうだ、30年前に川に流され行方不明になった。そういえば、そういえば、大将の間引きっ子は
セブシだと聞いたことがあった。それが大人になって母を訪ねて母を訪ねて。いやいや、セブシ男はそんなことは知らねえ。あの男にはそんなことは何もわからねえ。ただ盗っ人に入っただけよ。それじゃ、それじゃどうして。あの苔が捨てた我がこと見破ったぞ。そこはそれ、血のつながりというものだ。トカゲのたたり、たたりの、たたりのまんじゅさげ、まぶしの愛、おにやざみのあてずっぽう、桜の実が割れて、そこはそれ、血のつながりというものだ。血のつながりというもの だ。だがそれにしても、親子の情愛とはいいものぞの。昨日も月見の火薬さに二人が寝転がって、昔を思い出しながら子守歌を歌っておったぞ。子守歌、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 子守歌。何が親子の情愛なものですか。何が子守歌なものですか。私は知っていますよ、あの二人が月見の火薬さの上でしたこと。私は後をつけていた。あのお人よしのセムシの松吉が奥様に連れられて土手を登って行くの。そして火薬さの茂みからじっと覗いていた。私はきっと奥様が、あの語るにも忌々しい30年前の事件を、セムシの赤子を捨てた悲しみをきっと打ち明け、母子の名乗りをするのだとばかり思っていたのです。ところがそれは大違い。奥様、土手の上であの松吉をじっと抱きしめていたが、いきなり着ているものを脱がれ、ご自分の腰ひもも解かれた。まるで地獄でした。私が草の茂みこう手で分けてみると、仰向けになったまま亀のように起き上がれない松吉の足の付け根に、顔を埋めておられたのです。奥様の頭だけが狂ったように火薬さ越しに上下していて、かわいそうに松吉はすすり泣きました。私は思わず声を上げそうになった。月夜の腰巻きからはみ出した肉、その肉の悲しい塊、醜さの美しさ、美しさの醜さ。奥様は何も知らなかったのです。捨てられた自分の赤子がセムシだったことも、松吉が自分の子供だったということも。呪いの穴が立ち上がった、呪いの穴が立ち上がった。穴は地獄だ真っ暗だ、穴は地獄だ真っ暗だ。親を背負って山越えて捨てに来ました村の赤子、コブを背負って山越えて会いに来ました村の赤子。うわっ、私が何も知らなかったというのだね。私をバカにおしだね。知っていたらあんなことができるはずがないもの。それどころか、あなたが昔捨てた赤子を探して年頃の男と見れば、やめごちそうするというのは真っ赤な嘘で、あなた連れてきた男を皆松吉と同じようにしていたんだ。同じように。あの土手に連れ出して、あの土手の上で着ているものを脱がせ、金をやって恥ずかしめていたんだ。よく知っておいでだね。でもあの土手が何の土手だか知ってもないくせに。恐れの土手、たたりの土手、広狂いの花がびしょ濡れの土手。じゃあ、あの土手で私は同じようにされたというのも知っているというのかい。
30年前の月の夜、この大将家の一人息子に無理やり手ごめにされたのは、あの土手の火薬さの一番深いところだった。私は隣村まで奥様の旅を買いに行った帰りだった。あの男は私を待ち伏せていて、押した押した。私は嫌がった。だけど相手はお坊ちゃまだったので助けを呼ぶことはできなかった。吉の葉で手が切れて、それが男の持っていた法医学の本にべったりと血の跡をつけた。私は20歳だった。そして私は子供を産んだ。生まれるまで私の思っていたことはたった一つだけ、それはセムシ男を産みたいということだった。私は仏様にお祈りした。生まれてくる赤ちゃんの背中に私の肉のお墓を建ててください。生まれてくる赤ちゃんの背中に。それじゃあやっぱり知っていたの。松吉が自分の子供だと知っていながら、松吉にも同じような復讐をしようとしたんだ。松吉は私の子供なんかじゃないよ。どうしてそれがわかる。30年も会っていないセムシのことが。子供を産んでごらん、わかるようになるから。子守歌を歌ってごらん、地獄のことがよく見えるようになるから。言い逃れしようとしたってもう手遅れだ。松吉はおっかさんに会いたがっていたんだ。そんなことなんか。松吉のことなら私の方がよくわかる。私は松吉愛しているんです。その松吉が言っていた奥様は俺のおっかさんだって。奥さん、その松吉を他人にしてしまった。他人に。しかも男に。でもどうして松吉は嘘なんか言ったんでしょう。嘘、どうして嘘など言うのですか。松吉は本当のことを言っていたのですよ。松吉はあなたの息子ですよ。だって松吉なんて、松吉なんてもうとっくに生きていないのですよ。いない。30年前、下男の小野助が裏山で殺しかねて育てようと思ったけれど、あんまりひどいセムシなのでと私に店に持ってきた。私はその子に私の呪いを見た。私はその子を草刈り窯で殺し川に流してやりました。戸籍係は失踪し、何もかもがうやむやになり、人づてに私の捨てた子が恐れ山で墓掘り妊婦をしているとか、鉱山で病気で死んだとか聞きましたが、もともとそんな人間はもうこの世にはいないものだったのです。だけどいろんな男がやってきては私のことをおっかさんだと呼びたがった。それはなぜだか私には分かっていた。大将家にはもう後を継ぐ者はいないからだ。信じられない。松吉が30
30年前に死んでしまったなんてことは、まるで、まるで夢を見ているよ。そう、悪夢。何もかも私の一生なんて悪夢の繰り返しだったのだから。じゃあ一体あの男は何だったのですか。あのセムシの男、母親に憧れ母親の名を呼びたがっていた男、背中に肉でできた母親のお墓を背負った男、そしていつも誰かを追いかけていた鬼の男は、あれは哀れな男、永遠に他人になれない男、いつまでもいつまでもお墓を背中から下ろすことのできないセムシの男、ふるさと人のお化けですよ。ふるさと人のお化けですよ。に学校地獄、戦闘地獄に寺地獄、役場地獄に菜の花地獄、枕地獄に酒地獄、鉄橋地獄に三味線地獄、蝶のトンネル沼地獄、母恋地獄の一丁目、おっかさいけにえとせむ。これ